桜の訪れで幕を開けた三歳牝馬の戦いもいよいよ最後の舞台を迎えます。スタートを切りました。12頭この大歓声がくせ者であります。落ち着いていけるかどうか、先行争いであります。アポロピンク、すんなりと先頭に立つことができるかどうか。嵐がかわしていきました。そして3番手に12番イソノルーブル、3番リンデンリリー、そして外からは9番ダイハツジョング、そのうち8番スカーレットブーケ、そしてその後ろからミルフォードスルー、それから北のゴジオ。12頭第2コーナー右にカーブを取ります。11番山のカサブランカ、谷のクリスタル、メジロティファニーがそのうちにいます。町の小町、これがしんがりであります。ババコンディションがなんとも微妙です。嵐陣営が絶対の自信を持って送り出しました。さあ気合はどうなんだ。 1000m の標識を通過しました。ちょっと遅いペースかと思われます。その外イソノルーブル、ちょっと離されまして、3番リンデンリリー、ダイハツジョングがその後ろ、そして内からはスカーレットブーケ、それからミルフォードスルー、7番アポロピンク、ほとんど馬体が合っています。2番北のゴジオ、外を通って山のカサブランカ、6番谷のクリスタル。ご覧のように一段すごい競馬になっていよいよ直線。嵐は2番手、このまま抜け出すか。さあ先頭はイソノルーブルが半馬身リード、外からはダイハツギャンヌ、ムチが飛んでいる。ダイハツギャンヌ捉えるか。ダイハツギャンヌ、メジロティファニー懸命に追う。頑張る見ないと。ダイハツギャンヌ、ダイハツギャンヌ一着秋華賞、勝ったのは9番ダイハツギャンヌだ。11番、3着、3番以上のように確定しました。